かすみみたまの現世現談チャンネル。ライングループ。今から4年前、高校生だった A 君のクラスでは、授業中こそ禁止されていたものの、スマートフォンを学校に持ってくることは許可されていた。私立だったからだそうだが、それでも彼の周辺では珍しいことだった。よく使われているアプリは LINE だった。それはいわゆるメッセンジャーツールで、特定の人と1対1でテキストのやり取りをすることができるものだった。ただ彼の学校では、担任を含むクラス全員を一つのグループに登録して連絡網として使うことがほとんどだった。しかしそれでは使い心地が悪いから、もう一つ担任だけを招待していないグループを作り、 A 君たちはそこでコミュニケーションをとっていた。ある日のことだ。夕食を終え風呂から上がった A 君は、担任のいないグループ LINE で同級生たちと今日会ったことなど、たわいもない話で盛り上がっていた。教室に宿題忘れた。明日の体育って今年初めてのプールだっけ。部活疲れた。食堂の名物おばちゃん辞めるらしいよ。明日の体育ってバスケじゃない。宿題なんてあった。誰か英語のノート写させて。3組の W さんインフルエンザらしいじゃん。古典の授業で当てられた S がめっちゃ気取ってたの笑えた。と、友達の B 君が別の友達を茶化した時だった。でも、お前死ぬじゃん。突然、おかしなことを送信する者が現れた。最初はクラスで一番お調子者の K 君かと思ったのだが、発言したもののアイコンを見ると真っ黒で、その横に書かれてあるはずの名前は空欄だった。何今の。誰？ケイのいたずらあったよな。いや、俺じゃない。名前表示されてないんだけど。一気にグループの中が騒がしくなった。その後は犯人探しで盛り上がったのだが、結局見つからずじまいで発言する人が少なくなる中、 A 君もスマートフォンをホーム画面に戻して寝ることにした。翌朝投稿するとクラスが騒がしい。教室の隅では何人かの女子が輪を作って泣いている。それどころか声を上げて泣いている男子までいるのだ。ただごとではないと思い、席が近い K 君にどうしたのだと話しかけた。あれ、お前のところ連絡来なかったの。え、何が？マジか、知らないのか。だから何よ。B、今朝車にひかれて死んだってさ。え？詳しく聞かせろと怒鳴ろうとした時、前の扉から担任が入ってきた。みんなが席に着き、壇上の先生が B 君の死を説明し、通夜がどうとか葬儀がどうとか説明している間、 A 君は全く別のことを考えていた。でもお前死ぬじゃん。
あの誰が発言したかも謎な脈絡の全くない一文。あれがあったから B は死んだのか、それとも B の死を予言するものだったのか。それは今でもわからないが、以来 A 君は LINE をスマートフォンにインストールできず、友達からの LINE の誘いも断り続けているということだ。